よし、じゃあ今日はゆうひこさんのロッドで行きたいと思いますと、ね、今日はこのゆうひこさんのねナンバー032のナンバー032のね、ゆうひこロッドで頑張って釣りますよ。7フィート3番いいロッドです。あとねもう一つのミッションとしてね今日はねなんとなんとこちらにね、先日、視聴者様のねミーミーさんミーミーさんがね、私と一緒にフライを作りましてこちら、ミーミーさんのフライでイワナを一匹釣る、これをミッションにしたいと思います。さあ釣れるかなこの子。はい、スパイダーですね。スパイダー釣れてくれよミミさん、私に力を貸してください。お願いします。ということでちょっとねどうなるかは分かりませんけども、頑張ってみましょう。ちょっとね短い距離をちょっと丁寧に探る、これでいこうかな今日は。あ、いるわ、いるいる、よし、浮いてるよ魚が、狙っちゃる。よいしょ、よいしょ、やぶ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 、よいしょ、しゃ、よし、今日はここから行きたいと思います。はい、ミミさん、着きましたよ、フライが。これで行きますよ。よし、完成。さあ、ゆうひこさんロッドと
ミミさんのフライ。乗らなかった。よっしゃ、乗った。よし、乗りましたよ。ミミさん、いい方。よし、やりました、ミミさん。よし、はい、こちらね、ミミさんの作ってくれたフライで釣れました。ここね、ズバッときましたよ、ズバッと。じゃあね、ここからね、リリースですね。はい、ありがとう。はい、戻りましたよ。はい、ミミさんのフライね、これまたメンテナンスしてもう一回ね、釣りたいと思います。
出ないな。絶対いると思ったんだけどな。おっしゃ、来た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 。おっしゃ、2匹目。ちょっと小ぶりですけど、はい、2匹目のイワナちゃん、はい、2匹目のイワナちゃんが釣れましたよ。ちょっとね、小ぶりですけど、はい、2匹目のイワナちゃん、ミーミーさんのフライ、2匹目ですね。さあどうだろう、まだいけるかな。ちょっとね、バランスが悪くなって、まだいける。フライはね、割れかけが釣れるんですよ。さあ3匹目のイワナちゃんを狙って、よしでね、さっき上から見たらね、あそこにね浮いてるのがいたんで、多分ね反応あると思うんですよね。なのでね、ちょっと自撮りチャレンジです。よし行くぜ。でかいよ。あ、そうでもないか。よし。おーし。おぶね。うい。
お、今手前で食った。手前で食った。手前で食った。やばいやばい。外れちゃう。外れちゃう。どうすりゃいいんだ。そうだ、そうだ。やばい。はい。ちょっとね、いきなり食ったんで慌てちゃいましたけど。はい。はい。大丈夫。4匹目釣れちゃいました。あそこにもいる。浮いてんね。今食ったんだけどな。もう一回来ねえかな。見えちゃうとダメだな。あれ今食ったよな。ちょっとわからなかったな。ちょっとね、一匹やらかしちゃいますね。見えイワナを釣ることができませんでした。よし、釣り。あった。釣れたのにな。もう一回来い。よっしゃ、来た。こんな大きいサイズじゃないか。なんか来ますね。5匹目。はい、はい、5匹目。これいいな。はい、はい、いい罠釣れましたよ。リース。あ、これいいのか。よし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 。いいの来たよ。うい、9匹目、こんないいの来た。でっけえの来ましたよ。9匹目。こんなやつ、立派なやつが飛び出してきました。今日ね、活性が高い、超高活性だと思う。こんなでっけえ岩、9寸ぐらいはあるんだ。よし、はい、行きます。
ました。すごいね。はい、9匹目のイブナが釣れました。おっしゃ、10匹目、でっかいの来た。はい、ミーミーさんのフライで10匹釣れました。はい、ではここからねリリースいたします。いいわな、こんな感じで。はよ逃がせー、いました。雨が降ってきました。はい、10匹釣ったところでとうとう壊れました。ミーミーさんありがとうございました。10匹釣れましたよ。取り込めネチュン、ごめん、うん、お、ちっちゃいの。おお、泳いでた。お、いいわな、いるね。あ、行っちゃった。行っちゃったよ。お、ライズした。これは取りたいね。ライズの虫、来い。あれ。よっしゃ、よし、ライズの主を釣り上げました。はい、綺麗なイワナが釣れました。はい、そこのね、綺麗なイワナちゃん、ではねリリース、リリースしましょう。はい、あ、大変大変大変、こんなとこ行ったらダメじゃん。ああ、よいしょ、よいしょ、
ちゃんが来た。メイプライがちょっとかわいいね。フラットでね、フラットで出ましたよ。はい、じゃあリリース。グダグダリリース。
かわいい。うわ、スライドライズしやがった。これはいいサイズ。膨れてる。捕まらないように